クイズです。この旗はある国の旗になっている国旗なんですがどの国の国旗でしょうよく料理屋さんレストランで見るんじゃないかなと思います。料理といえば中華料理イタリア料理フランス料理メキシコ料理といろいろあると思うんですがどの国でしょう正解はフランスです。これはよく見かけるから知っている人も多いんじゃないかなと思います。それではこのフランスのの国旗の 青白赤この色は何を表しているでしょうか？これはちょっと難しいんじゃないかな。実はフランスのこの青白赤というのは自由平等博愛というフランスが大切にしたい3つの考え方を表しているんです。こういうふうに実は国旗っていうのはその国が大事にしたいものであったりとか国民の思いとか。 あと歴史を表しているようなこともありますなので今回この動画ではいろんな国を見ていきたいやけど国旗を通じて国の旗を通じていろんな国というのを見ていきたいなと思うんです。行ってみましょう。ま、ず最初どこの国か。 ま、日本の国旗は確認しておきたいよねえ。私たちが住んでいる日本の国旗を確認しときましょう。これはどういう意味があるんでしょうか？すごくシンプルな分かりやすい旗です。真っ白なところに赤丸が真ん中に書いています。この赤丸は何かというとご飯に梅干しではなくて。 太陽を表しています昔から日本の人々日本の古代の人々っていうのはいろんなとこに神様がいると考えていましたその中でも昔の人々からずっと日本の人たちが一番偉い神様だと考えてきたのが太陽の神様だったんですなので昔からこれは他の国もそうやけど太陽をすごく大事にしていますありがたいですと感謝していますなのでそれを旗の真ん中にだんだんと入れるようになったんですただ 太陽は赤え他の国の国旗を見てみても実はあまり,ありません大体はみんなも同じように書くように黄色とかオレンジとかあとは金色とか銀色を使って太陽を描いたりすることが多いんやけど大体平安時代から鎌倉時代ぐらいなので今から1,000年ぐらい前からこの日本の旗では太陽を表す時に赤を使うようになったと言われています。 それが国の旗として正式に使われるようになっていったわけです。日本の旗はなので真ん中に太陽があるので日の丸とも呼ばれたりします。日本の私たちの国の国旗です。それじゃあ次に逆に日本はシンプルな旗なわけやねんけど派手なのを見てみましょう。これどこの国の旗か分かるでしょうか これは多分日本の国旗の次によく見るんじゃないかなとテレビとかでもよく見るんじゃないかなと思いますどこかというとアメリカ合衆国アメリカの旗ですそれじゃアメリカの旗にはどんな意味があるんでしょうか星がたくさん並んでいますそしてここにも線が入っているなんかこの線とか星の数は適当に見えるかもしれませんが意味があるんですちょっと星は数えるのが大変なのでこの線の方を数えてみましょう 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1本の赤と白を合わせて線がありますよとこの十三という数字は何を表しているでしょうかというと実はアメリカができた時アメリカという国ができた時の州の数を表しているんです州というのは日本でいうと都道府県みたいなものですそれが一番最初アメリカは十三個しかなかったんです ただだんだんとアメリカの領土が広がっていく中でアメリカの州は増えていきましたそしてこの青の中に書いてある星の数というのは現在のアメリカの州の数を表していますなのでアメリカ合衆国の国旗旗というのはちょっと歴史が表れた国旗になっているわけですそしてそうやって考えるとアメリカの旗って実は何回も変わってきているんですこれがアメリカができた時の旗です 星を数えてみましょう。これぐらいなら数えられそうです。1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3やね。この線の数と星の数が同じになってます。なので今の数とできた時の数が一緒です。つまりこれはアメリカができた時の国旗になってますよと。それがだんだんと州が増えていって星の数が増えていって今はこの国旗になりましたよと。 変化があるような国旗になっています。面白いよね。それじゃあ、次星といえば、この国も星が入っています。どこの国でしょうか？どこの国の国旗でしょうか？これもよく見るんじゃないかなと思います。中華人民共和国え、お隣の国中国の国旗です。それじゃ、中国のこの国旗にある星は5つあって1つだけ大きい星とこの星は何を表しているんでしょうか？アメリカみたいに州の数とかそういうのを表しているんでしょうか？ 違うんです中国のこの星大きい星というのは中国共産党という党を表しています日本で言うと自民党とか民主党とかって聞いたことあるかなあれと同じように中国には共産党という党があってそこが一番力を持っているわけですそこがそこだけが力を持っているような政治の仕組みになってますそれが一番大きく書かれていますよと それこの4つの小さな星は何を表しているかというと1つは労働者働いている人たちもう1つが農民3つ目が資本家資本家ていうのはお金を持っている人たちとことですそして最後4つ目が知識人と呼ばれる人つまり頭が偉い人たちってことです。 その小さな星たちがこの共産党にに引っっ張られてていいいるとううよななな絵まます。なので中華人民共和国のこの国旗では何が表されているかというと中国共産党というのがリーダーシップを発揮してすごい力を持っていろんな人たちの力を借りていろんな人たちを引っ張っていきますよというまそういう中国の国とか ね政治のあり方っていうのが表されているのがこの中国の国旗になるんですうんやっぱりそれぞれの国の雰囲気が出てきますね中国の国旗でしたそれじゃあ今度最後になるんですがこの国を見てみましょうこれもよく見るんじゃないかなと思いますよく見る方じゃないかなと思いますただし見てくださいめちゃくちゃ名前が長いですこんな長い名前の国あったかなと思うかもしれませんけどこれどこの国かというと どこやねんそれって思うかもしれないけどもっと分かりやすい言い方で言うとイギリスのことですイギリスの国旗がこのユニオンジャックとよく呼ばれるんやけどユニオンジャックとかユニオンフラッグって呼ばれるんやけどこのユニオンジャックがイギリスの国旗ですそしてイギリスの正しい呼び方です ま中国が中華人民共和国が正しい呼び方やね一番ちゃんとした呼び方やねけどイギリスのちゃんとした全部言う時の呼び方はグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国になるんです。長どういうことかというとイギリスのちょっと地図を見てみましょう。 イギリスっていうのは実はこの名前の通り連合王国なのでいろんないろんなというか4つの国が合わさってできている国なんですそれがえっとここのイングランド今緑が濃くなっているイングランドですそしてこの上がスコットランドですスコットランドの旗はこれですイングランドの旗はこれですイングランドの旗はスコットランドの旗ですそしてえっとこっちらがウェールズという地域になります そしてさらにこっち側のこのアイルランド島の北の方にあるこの北部アイルランドこれを合わせたものがイギリスになってるんですなのでその名前もグレートブリテンっていうのはこっちの島の名前ですそして北部アイルランドアイルランドの北部の連合した国ですよというのがこの名前になってるそしてこのユニオンフラッグイギリスの国旗というのもそれぞれの国の 国旗を合わせたものがこのがユニオンフラグイなるほどとよくできているよねこうやって見るとしかもおしゃれですかっこいいこれがイギリスの国旗になりますそして最後に面白いのがイギリスの国旗は他の国にパクられているんですっていう言い方をするとよくないけど他の国の中に他の国の国旗の中にイギリスが出てきている時がありますユニオンフラッグが入っている時があります パクったんかと思うかもしれんけどこれはどこの国の国旗かというとオーストラリア,ラリアは昔イギリスの植民地でしたイギリスは大きい帝国を作っていたわけですその時にオーストラリアはイギリスのグループというかの一部だったので今のオーストラリアの国旗の中にもその印としてユニオンジャックが残っています。 こういうふうに国旗を見ていくとそれぞれの国の歴史とか成り立ちが分かってとても面白いと思うので是非みんなもいろんな国の国旗を調べてその由来とか成り立ちを見てみると面白いんじゃないかなと思います。